ようこそ。ゲストの皆様こんにちは、おだけんです。今回も楽しいゲーム一緒にやってこうぜ。よし、はい、スレンディフレディアンダーワールド続き実況プレイしていこうかなと思います。続きって言ってもこの動画から見れると思うんで楽しんでってください。行きましょう。はい、こちらのホラーゲームはですね、ファイブナイツアットフレディーズみたいなキャラクターが見たいというか、それか、はい、まんまですね。はい、ポクシーちゃんたち、この子たちが超特急で追いかけてくるっていう、とあるダンジョンで追いかけてくるっていうホラーゲームになっております。今回どうしようかな。ポクシーとりあえず倒す。前この子も倒したし、上の子も何体かも倒してるんで2体か。で、隠しステージみたいなとこも行きましたよね。じゃあちょっと今回は、前ちょっと触れた病院は取っておいて、ポクシーからやっちまおう。はい、さあやっていきましょうか。はい、僕ですね、高確率で、あ、牢獄なんだ。え、すごい、新たな試み。はい、僕ですね、高確率で絶叫してしまうことがあるんで、皆さん音量にお気をつけて。あ、監修ですかね。はい、鼓膜崩壊注意でお願いします。これ出れないの？あ、出れた、よかったよかった。もうさりげなこれ、この火の上に乗ってたから。うわー、何だったんだ今のは。登ってこれないのかこの子、ね、落ち込んでんの、なんかそこの階段登れないよっつって、ちょっと切ないなその背中が。かわいい、早くどっか行ってくれ、頼むわ、住みたいんだが。あ、いたいたいた、すごい言うこと聞いてくれるあのキツネ。よし、じゃあ探していきましょう。音楽鳴りやまない、なんでそういう感じ。ちょ、やかましいな、ちょ、やられるか。これね、バグで時々音楽がずっと見つかった状態の BGM が流れるんで、はい、ちょっと死にましょう。これすごいな、痛そう。はい、じゃああのフォクシーちゃんを座らせたいですね、あそこのお椅子に。ほら、ちょ、かっこいいね、よく見るとしっかりできてんだよな。はい、じゃあやられましょう。もう全然倒す気ないじゃん俺のこと。繊維喪失してんじゃん、もうこの曲が虚しいよ。ダメだわあのタコ。さあやり直しましょう。可愛いですねこの子、結構ゆるくクリアできちゃうんじゃないかこれ。どうなんでしょうか。さあやっていきましょうか。まずステージを探検すべく、とりあえずやられてもいいんで把握していきましょうか。このゲームはですね、オブジェクトを回収するんですが、あれもう4になってるね。そう、5つオブジェクトを回収するんですが、僕どっかで取ったか今。そう、どこかにねアイテムが落ちてるんですが、それを回収して、そしたら脱出できるっていうホラーゲームですね。すごい体勢で寝てたんだねこの人は。あれですね、フュージョンしてる最中に白骨化したのかな。クリリーンっつって。その状態で白骨化するとは。さあ行きましょうか。来たよね、まあいっか、もう見つかっても、見つかったらここに逃げ込もう。こっちかは何もないと。牢屋はいっぱいあるのかな。あ、そこにいるね。じゃあ向こう側行こうかな。いや、いいですね、安定的にこの主人公のアホ面を見て探してまいりましょう。ここはこれ最初来たところかなっぽいですね。そう、しれっとねオブジェクトを回収することもあるんで、右上のね数字をよく見てないとな。こっちは、あ、いけないんだ、なるほど。あーたた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 んたん。前回同様、今回も余裕でクリアしてやるよ。これ外出れんのかな、広そうだね。はい、ここの階だけかな。スレンディフレディって結構ね1階2階3階ってあったりするんで、ステージがねやけに広い場合があるのでね、ちょっとそこも警戒しつつ進んでいきましょうか。あれ、ここ来たよね。あ、来てないか。はい、あと2個、余裕だわこれ、クリアしたもん私。はい、皆さんごめんなさいね、期待を裏切ります。もうすぐクリアする、もう絶叫しないんで。むしろ僕絶叫したことないんで今まで。はい、そんな感じで今後もやっていこうかなと思います。おたけんです。
あ、これ下あるんだ。マジに。ここの部屋はない。オッケー。じゃあ降りましょう。切り替えたら面白かったな、今。よし。あと2個ということで、こういう細かいところもね、見ていかないと、見落としちゃう場合があるんで。あ、向こう行きましょうか、じゃあ。あ、ちょ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 、ここ入れない？あ、ダメだ、ダメそうだ。バレる、バレる、これ。あ、来てなかった。よかったー。せっかくここまで来たのに、と思って。はい、そしてラスト1個。簡単。簡単すぎて泣ける。あと1個どこだ？広いなぁ。ここもまだ詳しく見れてないんで、ちょっと警戒をしつつ、周りを、周りちゃんと見ながら行きましょう。こういう棚とかにあるかもしんないしね。でもね、オブジェクト光ってることが多いんで、でも時々光んないんだよな。それが怖い。見逃しちゃうとね、また最初から、行き来しないといけないから。早く通れよ。もう行ったのかな？まだいるかな？危なかったすごい全速力で向こう行った。よかったよかった。ちゃんとこの辺も見たんだけどね。なかなか見つかりませぬな。これ自動で閉まんのかな？ぽいね。じゃあこ、うわっとけつした俺。またとけつしたわ。うばっつって足音聞こえる。うわあ！ちょっと待てよ。よし、よいしょ。あー、まずい。よかった簡単に負けたな。おちょ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 、また見つかっちゃったね、これ。さっき簡単に見放してくれたじゃん。見放してじゃん。見逃してくれたじゃん。見放しって。なんか振られたみたいになってんじゃん、俺が。いやー、ちょっとこれ、距離離せねえな。ま、あ、詰んだんじゃないか、これ。閉める！あ、しまった！危ねえ！ふぅー！あー、ダメだ、これ。ずっとスタンバってる。あ、いける？いける！あー、ダメだ、バレてる。ちょっと今は詰んでたんで仕方ないですね。この辺になんかないかな。もうちょっとね、詳しく見たいですね。おーおー、何これ、バレてんの？え、どういうこと？よくわかんないなよかった、アホで。これ曲鳴ってるけど、バレてない判定になってんのかな？バグか。そうだね。もう他人になってるわ。あいつ、ただのここの従業員だ。まあいいや。とりあえずさ、まだ奴にやられてないから、一回やられて、あともう一つの場所がね、もうどうしてもわからないんで、やられましょう。はい。すぐね、また回収できるんで。ね、何だったんだろうね、今の。一回見つかって逃げ切ったら、もうそれはずっと無視してくれるようになっちゃうのかな。さあ、やられる光景も見たんで、気を取り直してやっていきましょう。そう、最後のね、一個もなかなか見つからなかったんで、ちょうどよかったかな。上から見ていくか。だいたいマップはもう把握しました。あったあったあった。はい。よし。一個目。多分こっちにはないよな、フュージョンには。フュージョンないんで、もうさらばしましょう。で、ここ今僕が来たところ。で、こっち側にも牢屋と牢屋部屋があるはずなんで。あ、ここ見てないな。ねえ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 。なんで閉まったの、鍵。あ、ないですね。ん？あ、これは違うか。あ、そうだったね。なんか取ったわ。あ、嘘。ちょっと、ちょ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 。いいよ、もう君は。結構緩いな、あの監修、はい。あ、そうだ、こっちは見たんで、向こう側を
見ましょう。ここ何もなかった。ここはないですね。はい。で、牢屋が一つ二つあるんで、ここも見て。じゃない、ここ行けないもんね。外行けるかなと思ったんだけど、多分あれは普通に飾りか、飾りというか背景というかね。おそらくこの地下とこの牢屋の部屋しかないんだろうね、今回は。うん。こっち側のフュージョン部屋もあるんで、ちゃんと見て。意外とね、オブジェクト分かりにくいんで、さっきみたいにね。あ、あった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 。よし、OK。なんで鍵が一瞬かかってるように見せかけたんだろう。さあ、1階行きましょう。1階というか地下か。ここだ。これ降りて。そう、オブジェクトはね、ランダムせ。はい、小田健世紀末の絶叫ということでお届けしました。あ、これを撮ったのか、さっき。マイク分かりづら。そう、オブジェクトはね、ランダム生成されるんで、分かりやすいパターンと難しいパターンがあるんですよ、このゲーム。さっきはそうだったのかな。お、あっという間ですね。はい、これの位置は一緒だったね、今。あと2個、多分地下かな。さあ行きましょう。鉢合わせタイプがね、怖いんで気をつけないと。はい、ジャンプ。ああ、危ないな、これ1回見つかっちゃうと。あと結構詰むんで、あと1個だ。今回は簡単な気がするぞ。さあどうだ。これ開かないよね。開かない。こういう間とかもないもんな。来てない。よし、 OK。 お、なんかありそうじゃない。ないなあ。あと何がないんだろう。マイク、フック、ピンクのケーキ、ギター。あ、じゃあパンプキンかな。物は一緒なんですけどね、場所が変わるっていう。多分かぼちゃがどっかにあるはず。これ最後の一個難しいな。スレンディフレディはですね、小さいステージと中くらいのステージと大きなステージがあるんですよね。その大きなステージがとんでもなく難しくて、ここは多分中くらいかな。おそらく中くらいのステージだと思います。あれ、地下ないな。なんか開けてないとことかあったかな。あ、ここさっき、あ、あった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 。来たわー。やったー。結構すんなりできたんじゃない？はい。ということで、残りラストになりましたね。上のあの、真っ黒のね、こと戦おうかなと思ったんですが、今回はフォクシーと戦ってきました。はい。次回ですね、この子と戦うのを見たい方、そしてこの動画、このゲームがね、ちょっとでもいいと思った方、ぜひ高評価を押してってください。もうこの子とこの子と下の二人は倒したんで、そして隠しステージもやったんで、もう他はないよね、多分。はい、今回は前回引き続き、割とすんなりクリアできたんじゃないかな。なんか途中バグあったけど。あの、狐の暴走がありましたね。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。